もう休日のパパじゃん。松村北斗、西園寺さん。娘役とのイチャイチャ親子沼動画が沸騰、メロイ。松本若菜40、主演、ストーンズの松村北斗、29、がお相手役の連続ドラマ、西園寺さんは、家事をしない、TBS 系、火曜夜10時から、の公式インスタグラムに、松村と娘るか役の倉田栄馬ちゃんが登場。 二人の仲むつまじい様子が注目を集めている。この日、同公式は、ルカちゃんの声撮りメイキング元気よく完璧に歌い上げたルカ二人で声撮りしている様子が、可愛かったので皆さんにお裾分家ですと記し、アキラマちゃんと松村が手をつなぎながら声撮りに挑む動画を公開。はい、動画には、元気いっぱいに歌を歌ったり、走り回ったりする可愛らしいアキラマちゃんの姿や、 あきらまちゃんの頭を撫でてよしよししたり、うまい、と優しく声をかける松村の姿などが収められている。まさに親子沼へといざなわれそうな微笑ましい二人の姿に、フォロワーからは、雰囲気がもう、元気な娘に振り回される休日のパパじゃん。北斗くんパパ、寒日に火に増してるやばいメロイ、ずっと見ていたいこのイチャイチャ。さすがにパパ美女すぎるこれ、何十マワもループしてる。かんわいい。 最高の癒し動画といった好意的な反応が相次いでいる。松村さんは今作で初のシングルファーザー役に挑戦。シングルファーザーとして一人娘のルカを育てるアメリカ帰りのエンジニア久住敏夫を演じています。放送された第3話までの中で、すでに松村さんとアキラマちゃんは息ぴったりな掛け合いを見せており、SNS 上で、 あまりにリアルで本当の親子みたい、ハマりすぎといった驚きの声が上がるほどです。エーマちゃん演じるルカの4歳児らしいはつらつとしたキャラクターや、松村さんの説得力ある父親としての自然な佇まいはもちろん、主演を務める松本さんのハッとするほどの美しさコメディセンスもさえ渡っている同ドラマ、綾瀬遥はるかさん、39、主演でドラマ化された、ホタルの光、日本テレビ系。 を手掛けた日浦悟氏による同盟コミック、講談社が原作とあって、ラブコメとシリアスのバランスが絶妙なストーリーも一息つきたい火曜の夜にぴたりなので、これからますます評判を呼びそうですね。女性史ライター。撮影現場の和やかなムードがドラマ本編にも滲み出ているのかも。サイオンジさん娘役とのイチャイチャ親子沼動画が、もう休日のパパじゃん、メロイ。 と沸騰中の松村北斗。今作を機にパパ役オファーが急増しそう。